お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちら新カードのね、このマザーネクロマンサー入りの、メガナイト、まあディガーデッキですかね、こちらをね紹介していきたいなと思います。ですね、もうママがこの新カード、ママですね、ママがもう大好きなんですよ、僕本当に。この豚をね、どんどん作っていく、このイカれたサイコパスカード、大好きすぎて多分一生ね、僕のチャンネルこのカードの動画しか上がんないかもしれないんですけど、勘弁してください、そこはね。はい、お許しくださいというわけで、決してね、マゾコンとかではないんでね、そこだけ、理解してくださいというわけで、このね、新カード入りの、まあ、ディガー削りですかね。この、新カードは、まあ、火力がめっちゃ高いとか、防衛力めっちゃ高いとか、そういう部分ではない、まあ、カードなので、まあ、しっかり他に周りに、このゴブリンの檻、そしてメガナイト、インドラとかいう、結構こう、防衛力の高いカード、そして、まあ、確実に削りディガーとかと、結構ね、相性が合うのではないかなと、まあ、言ったところで、こちらのデッキがですね、中国のね、WEDGM というプロチームですね。ハイヤー選手っていう、まあめちゃくちゃね、うまいプレイヤーが考えたデッキだと思います。多分ですね。はい。その方がね、使ってましたので、強そうだなと思い、今日はね、これを使っていきたいと思います。なんか他にも、新カード入りの、まあデッキがまあちらほら、出てはいます。ロイホグデッキだったり、新カード、豚をどんどんね、相手のキャラをどんどん豚にしていくのに、もともとロイホグも入れてるみたいな、すごい豚大好きデッキとか、まあでも、意外と、なんか、いつも新カード出た、こうすぐは、もうみんな使うんですよ。もうゴレとかラバとかジャイとか、何にでも入れるみたいなのがよくあるあるなんですけど、なんか今回は、なんかそこまで使われてない、なかなか人気がないおばあちゃんという感じでね。僕の大好きなママをね、みんなが使ってないという悲しい現状なんですけど、まあ、今ちょっとみんな気づいてないんですよね、このママの本当の強さに。そう本当の強さに気づいてしまったら使わなくなってしまう可能性もあるんですけど、まあとりあえずね、この周りが今回すごいしっかりしてるので、まあ、最悪こうママが活躍しなくても勝つことができるという非常にね、優れたデッキでございます。ママの枠を違うのにしたらもっともっと強くなるんじゃないかなっていう思いもね、まあ、否めないこともないんですけど、僕はまだママを信じてるんでね、頑張っていきます。さあ今回相手はペッカですね。ペッカ、まあペッカはメガナイト対ペッカだったら気持ち相性が悪い部分もあるんですけど、まあゴボリとあとはママがいるんでね、はい。もうママがいれば何人でも勝てちゃうみたいな。ほら見て。今見た。気づいたら舞台になってんの。なんか、ペッカかな。本当に。マジで全然気づいてないところで活躍してるんだね、あいつは。まあ、活躍してるかどうかも疑惑なところではあるんですけど。よし。さあ、とりあえずね、この、まあ、ゴボリプラスの、まあ、後ろからママを裂いて、で、相手が攻めてきたらメガナイトで踏むっていうのが結構こう、安牌な立ち回りかなと。思います。で、アイスイーツベビーのペッカマスケっていう、結構ね、なんか嫌らしいデッキ、あ、待って、ごめんなさい。相手のマスケットレベル8ですね。これは誰もが通る道だと思うんですけど、僕もね、もちろん通りました。まだこう、ユニレベがね、全然完走してない時代、こう、三重士のね、三重士すごい好きだったんですけど、あ、これ気づいたら豚になるやつですね。このでも豚にね、ディガーをつなげていかないとなかなかダメージとしては通らないって感じですね。こう、ユニレベ全然完成してない時に、こう、マスケット、30種のレベルが、まあ12かな ?1 個足りない時に、まあ格上のファイボーと一生戦ってましたから、ファイボーでワンパンされるのにわざわざ使うっていうすごいド M なことをしてた時代もね、まあありましたけど、多分僕の相手もまあそういう部分があるんでしょうというね。よいしょ。あ、これ、いいマスケットだな。お、待って。あ、でもこれあれっすよ。気づいたら豚になる。待って。俺の豚なんかワンパンされてるんですけど。今見ました。ペッカに、ああ、いいザップだな。ペッカに対してあれっすね。目の前で豚になっちゃうと、何にも活躍せず終わっちゃってましたね。まあ。ママのね、力はこれからですからね。今まだ手加減してるんですよ、このママ。来るぞ。こっから、一回踏みたいですね。まあ、攻め取るねが来るのか分かんないですけど。あ、フリーズが来る。
でウッドとかを割いてあげることによって、ここで相手のこうユニットがね1回ぐらい攻撃回数が減るので、まあユニットが、僕のユニットがなんとか残ると。さあここで格上5でとどめを刺していくからの、いやまあまあやっぱこのディガーだけだとなかなか削りきれないところを、この新カードマザーネクロマンサーによってダメージをね、いやーともうねウッド5圏内というところで、いや大活躍してましたよ皆さん大活躍してましたよね、ね本当に。だってあの豚が入ってなかったらとかね、そういう部分でもね結構ね活躍してたんじゃないかなと思います。無理がありそうだったらコメントで言ってください。おっと、KK 来た。ちょっと待って。待って。え、これ KK だよ。KK1 クリーチ。やば。よろしく。この、マルチじゃない、ただのって言ったらあれですけど、普通にグラチュラしてて当たるっていうのはちょっと面白いですね。いやーさ、KK はママ使ってそうだな。ね。ママ使ってますみたいな顔してますもんね。いや、使ってねえな、これ、ちょっと。いや、これ、ファイブを。あ、クエイコーグだ。バリバリのママ入ってねえやんけ。いや、ワンチャンなんかクエイコーグで、この新カード入りのデッキがあったんすよ。だから、それの可能性もないこともないけど、なさそうだな。でも、クエイコーグと言ったら、まあ、ファイボじゃないので、このママのね、活躍もすごいんじゃないかなと。期待が膨らみますね。まあでも、クエイクウッドで処されちゃうんで、まあ、活躍しないこともないんですけど。あーなんかいやらしい攻めっすね。え、ちょっと待って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 、いやらしすぎん。これママめっちゃ弱い。待って待って待って、あー菊池やりやがったなあいつ。俺が、あー待って、豚が、いやめっちゃいい攻めするな。今インドラだけでしたね、ミスったな。でこれやりゴブでキング起動されるかな。いやでしょうね。あーうわっ、まあ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 、ママの力を持てば、こっからですね。さあ、菊池、KK ですね。強えかんな。一回ここでちょっと分からせとかんといけんな。レッドさん、この前は、手伝いありがとうございました。何変なで気遣ったんすか、またとか言われちゃうんで。よいしょ。うるせえって、行くぞ、豚を作れ作れ作れ。さあ、豚サンタ。いや、これ困ってるぞ。結構困ってるぞ。豚の対応に。まあでもキング起動痛えな。まあまあまあ、あでもこれ豚作るぞ。槍ゴブは2発かかっちゃうんすね。まあインドで待ちつつ、いやこのね、ちょっと待って、僕今ねごぼうりを回そうと思ったんですけど、いや、ちょっと待ってくれよ菊池、勘弁してくれ。いや全然ありますよ。だボムがね、ちょっと嫌かなーっていう部分もありますね、個人的に。さあ、これはユキが来るかもしれない。ユキが来たら来た。コウモリなんで、ここでもう一回ママを追加したい。いや、ママを追加すると、追加すると、あーちょっと俺の動画菊池くそ、これ。無理っすよ。思って、無理だと思ったら、ワンチャンありそう。待って待って。豚が、いや、ワンチャンありそうなんだけどな。ママ?ママ?ママはね、コウモリとかに、すごい強いんですけど、全部豚にしていくんでね。負けましたね、普通に。くっそ。やりやがったな、あいつ。許さねえ、ほんとに。まあ、このね、菊池くんね、めちゃくちゃ強いんすよ。彼の YouTube リンク貼っとくんで。はい、僕ボコボコにした彼の YouTube リンク概要欄に貼っとくんで、ぜひね、彼の動画も見てみてください。ほんで枯渇とかがねめっちゃうまいです、特に。なんで枯渇使ってる人とかはね、特におすすめでございます。というところで、コウモリとか、まあ、スケとかこう小物に対してこうママ進化度は強いんですけど、こうさっきみたいにナイトでタゲを取って、その横からコウモリとか小物で対応されると、ママもね、無力になっちゃうっていうところがね、一つ弱点ではあります。唯一強い小物に対しても、こう、うまいこと竹を取られてしまうと、まあ、活躍できないっていうのが、この、面白い、まあ、おばあちゃんだなというような感じでございます。まあ、これからですね、新カードは。よいしょ。さあ、というわけで、
今回相手はゴレですね。まあゴレはゴボリとインドラとかで頑張って守りますね。ママは最後の最後になんかいい感じになってくれたらいいかなみたいな感じ。よいしょ。さあ、というわけで、とりあえず明日かな、まあなんか水曜日あたりに、まあこの動画が上がってる次の日かわかんないですけど、調整がね、うわ、ライドラ来ちゃった、ライドラ来ちゃった。バカ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 。ライドラはダメでしょ、これ。この出来だってライドラだけはしんどいみたいな出来してますから。まあでも、いいふ、え？ちょっと待って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 。待って。危ない危ない。耐える。よしよし。まあ、痛いダメージ受けましたけど、ライドラがいることは僕は知らなかったので、ちょっとしょうがない部分もあるのと、やりこぶだけだと、ちょっと耐えれそうにないので、耐えます。さあ、来ましたね。ゴーレムですね。こういう硬い相手に対しては、結構ね、危ないというところで、ママは基本的には見学ですね。基本的には見学で、まあ、それ以外で頑張っていきたいところはあるんですけど、見学できるかな？やばい、見学する余裕すらない。いやー、ママ！ママ、全然、火力が足りない。くそ、いや、待ってよ。こうなってしまったらやばいのか、それだ。いや、こう耐えて、いや、あるぞ。たる？あ、ママ？これ、R っすね。きつくない？これ。本音がちょっと漏れちゃった。ここ、この子のね、本心があんま痛くなかったんですけど。なんか、この、ゴレエリババっていう、なかなか、いやでもこれ、序盤1個取られなかったらありそうであったんですけど。ここもう一回延命してあげて。いやでもこの延命封じのベビードラがうまいですね。あ、そして、とどめのライドラと。いうところで、まあ、対戦相手によっては、なかなか苦しい部分もあるかもしれないんですけど、このね、メガナイト、インドラ、ゴボリはすごい僕は可能性あると思ったんですけど、あると思ったんですけどね。ちょっと僕のプレイがあまりよろしくなかったのかなと。いやー、やばい。え、俺待って、さっき、KK に負けて、なんか、また今回おしゃれな名前の人に負けて、ちょっとね、2連敗っていうのは、ママに失礼なので、なんか動画でママっていうのも恥ずかしくなってきたな。で、この新カードね、マザーネクロですね。さあ、もう一戦、じゃここでね、こう名誉挽回していきたいですね。もうめちゃくちゃいい、めちゃくちゃ大活躍するシーンを見せたい。まあ、スケルトンラッシュ相手とかには、めちゃくちゃこう豚を作って、すごい面白い絵にはなるんですけど。よいしょ。さあ、待って。流行り？この、まあ、ゴレですね、ゴレ。このゴレライドラは強いですね。ライドラがね、もうライトニングとかファイボーとかがないと処理できないので、なかなか厄介ですよね。ワンチャンヒースピ来るとか。うわ、やば！ヒースピ読みメガナイト当たったのに、当たったのにみたいな。いや、待って、いいよ。で、タルババがね、ワンチャンあるんですよね。ちょっと待って。ああ、延命できない。ちょっと待って、同じデッキじゃないこれ。俺さては、この、いじめられてる地獄の相性みたいな2連続引いちゃいましたね。これ、キング軌道トレネリされるかもしれないんですけど、ここに飛ばしとくと、キング軌道難しいんですよね。ゴボリがディガー邪魔して、そう、戻るんですよ、こうやって。よし。これは、狙い通りですね。で、こっから、おばあちゃんね、活躍ですね。ゴーレムがいるとなかなか活躍できないので、こういうところでね。よし。これプレッシャーになってんのかな？プレッシャーになってるのかすら危ういんですけど、いやでも1コス使わせたらでかい。で、まあ無視されるんですね。で、ここは、真正面から受けると多分、ボッコボコにされちゃうので、一回逆サイにね、行きたいなと思います。まあ、メガナイトインド組んで、まあ、ライドラだけ許容が相手からしたら安牌なのかなとは思うんですけど、よし。ここで、コストを使わせることによって、僕はね、このゴーレも、ちょっと楽に守れるというような部分があります。オッケー。いや、めっちゃいい防衛ですね。いや、めっちゃいい逆サイの攻めですね。で、ここの、まあ、小型ゴーレムに対しては、この、マザーネクロムがね、初めて活躍してくれますよと。いう、まあちょっと脆い部分もあるんですけど、このマザーネクロが頑張った証で、まあ豚が一匹出ていくよと
いう感じでね。さあこれはちょっとね、右を攻めたいんですけど、あ、これ捨ててくんのか、いやわかんねえな。いや捨ててきましたね。捨ててきたら一個、あ待って、これ相手間に合わないですよ。来た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 。やっぱこうママの怒りですよね、全ては。もう自分でもちょっと苦しくなってきちゃったんですけど。でここはまあインドラ出して、まあ、ライドラがそう来るんでメガナイトで蓋しようかなとか思ってたら、ちょっとまあ、いい感じのトレーニングされるんですけど、やっぱこうママの圧によってね、相手の攻めも間に合わないと、まあ、いうところでね、このね、新カードメガナイトデッキですかね。まあ、新カード入りのデッキはまだそんな出てないので、まあ、出たらね、いろいろ紹介したいなと思ってます。ぜひね、このマザーネクロメガナイトディガーデッキですね。まあ、メガナイト枯渇みたいなデッキですかね。ぜひね、使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。